に入れないというふうな嬉しい悲鳴になっています。自分の所属しているサークルなり団体なりそこに交流をしてほしいというふうに思います。主権者は私たちです。この国を政治へ司るのも私たち市民一人一人の力があってのことだと思います。短い時間ではありますが、この1時間の集会で皆さんの思い、その思いを今の政府と国会に請願デモとして届けたいと思います。ふざけんな！どこまでも一緒にをバカにして、どこまで一人一人の市民をバカにするこの政権なんでしょうか。私たちは知ってます。権力は腐敗するものなのです。そうです、そうです。私たちは知ってます。権力はいつだって情報を隠してきたのです。知る権利を損ない人権を危うくする、この法案は単に小手先の修正だけでは済まされるものではございません。修正でなく廃案に、この国で安倍政権を放棄、この不正な法を必ず阻止しようじゃありませんか。戦争のために二度と弁護カメラを撮らない、臨転機を回さない、これは戦後私たちの先輩方から受け継いできた誓いです。これを守るために反対をしてきました。そしてもう一つ、この法案は私たち新聞記者ですが、ジャーナリスト、新聞記者、発信をしようとしているものを舐めきっています。要するに広報発表以外は閣下、広報担当者を通じた取材しか許さない、そう国は言ってると分かるやつ、そういうことです。絶対廃案なんか分かってるんですよ。廃案しかないんですよ、こんなバカみたいな法案。僕たちから表現する自由を奪おうとしてるんですよ。各野党の幹部クラス、政調会長、幹事長、いろいろいますよね。そこの人にもファックスメールを送ってください。絶対許さない。そしてみんなの党、維新の中にも反対してくれてる人いるんですよ。その人たちにもエールを送ってください。ここで頑張らないと次の選挙で応援しないとか間違ってみちゃダメですよ。もう変わりましたからね。今は励ます時に入ったんです。一緒に頑張ろうじゃないかと、次の選挙で応援したいから絶対頑張ってねって、今国会に何としても成立は阻止してくれと、みんなでエールを送りましょうよ。よろしくお願いします。ありがとうございました。民主主義なんて成立しない。こんな法律ができたら憲法は紙切れじゃありませんか。政治家や官僚のやりたい放題、そんなこと絶対に許してはならない。戦争は秘密から始まります。私たちは憲法の国民主権、平和主義、基本的人権の保障という三大原理を否定し、知る権利、メディアの取材、報道の自由、表現の自由を侵害し、市民の命、安全を脅かし、戦争を準備する秘密保護法案の制定に反対します。ありがとうございました。秘密保護法反対、知る権利を侵害するな、取材報道の自由を奪うな。反対、国定秘密保護法反対、国定秘密保護法反対。
アヤオンから皆さんお疲れ様です。オフィシプレヒコールを上げていきたいと思います。ミス保護法反対、ミス保護法反対、知る権利を侵害するな、知る権利を侵害するな、国の情報の特性を許さないぞ、頑張ろう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 。今日参加された理由はどのような。原発反対をずっとやっていたので、こういうことが起こると胃の一番に隠されそうなので、絶対来なきゃと思ったんですけど。おしゃいましょう、ご苦労様です。主権は国民にあるので、ご苦労様です。秘密も全部国民に、まっすぐ歩いていただきまして、隠さないで全部見せる。前々川の前から歩道にお上がりください。東京杉並から、みんなと一緒に参加しようってことで参加しました。はい、みんな中身知ったらもうふざけるなっていう話で怒り心頭ですね。修正案とかそういうのもなんか政治の中でぐちゃぐちゃやってるようですけども、僕たちの知る権利っていうのと、あとやっぱり国がその何かを秘密にするっていう危うさっていうのを、もっとしっかりと政治家の人たちは考えてほしいと思いますね。はい、生きづらいというか、本当に生きたいように生きれないという社会の中で、またさらにこんなとんでもない法案が作られるんじゃないかと思って、来週の月曜日火曜日がやっぱり危機感を持って参加しました。秘密保護ダメ絶対ダメ絶対ダメ絶対。ありがとうございます。